今日は6月25日、鉢植えの透かしユリ、レッドツインが咲きました。これは国花園から今シーズンっていうか秋に植えたやつです。新しいやつ、品種です。これはツインって言うんですけど、花粉がないんですね。花粉がなくて、なんか中がちょっと変わってる感じの花です。オレンジの濃い色というか、赤に近い色ですね。レッドツイン。花粉がなくて、切り花向きですね。レッドツインでした。7月15日、我が家のパープルカサブランカが咲きました。今シーズン球根を新たに買ったものです。鉢植えで植えてるものです。パープルカサブランカは2鉢4本かな、咲いてきました。まだ上の方は咲いていませんが、結構立派な花が咲きました。後ろに咲いてるのは鉄砲ユリです。鉄砲ユリはほぼ終わりに近づいたかな。もうほとんどこっちの方は花が残ってません。とはカサブランカの隣、こちらも鉄砲ユリです。こっちは咲き始めるのもあるし、咲いているのもあります。半分以上は終わったかな。これも国花園から買った鉄砲ユリです。鉢植えになります。これも2鉢、3鉢、鉄砲ユリは3鉢ですね。どうしてもユリは雨に弱くって、すぐ雨降ると花びら傷んでしまいます。なので最近になってようやく花がいいやつが出てきました。我が家のユリでした。